どうもチェス。どうも。あとでやっていきましょう。でしょ。ポケモンチャンネルでございますと。はい。今日から始まりましたポケモンチャンネルということで。はい、違うんですけど。違うんですけどね。はい。はい、まあね、あのつい先ほど、うん、ポケモンマスターズの、最新情報が出たということで、ね、もういち早く皆さんにお届けしたいということで、うん、はい、すぐに撮っております。ということでね、はい、さっき生放送を一緒に見てたわけなんですけども。うん、はい、はい。すごかったね。最初びっくりしたね。もうあの映像で。あのアニメ映像で終わるのかと思って。何のために俺ここまで残ってたんだろうと思ったけど、動画撮れると思ったけどね、うん、まあ、その後にきちんと出てきたんで、はい、ありましたね、ちょっとね、はい、一緒に見ていこうと思いますと、うん、まず、冒険の舞台が発表されまして、うん、はい、パシオっていう ね、 そうね、人工島とネーミングセンス素晴らしい、まあ、ここからだからやっぱこういうところ、うん、パシオって来て俺もあって思ったなんで聞き馴染みないんだけど俺あ、パシオ来るって思ったもん。これが、ポケモンバトルの大会、ワールドポケモンマスターズっていうのが開催される島になってると、うん、人工島ですね。そうですね、さっき言いましたね、はい、人工島は、うん、で、トレーナーが、うん、まあ、相棒のポケモンね、うん、とコンビになっていて、それがバディーズと呼ばれていると、はい、はい、いうことで、ポケモンとトレーナー変えれんのかな。いや、これ多分セットセットだね、基本は。だからレッドだったらリザードンみたいな感じで、うんうん、基本はセットになってて、グリーンだったらピジョとなっちゃう。でもこの映像だと確かにタージャとかビジュマルがバディーズのトレーナーとかいるからね、うん、サンムーンのキャラもね、いましたしね。いたよね。いや、きつない。ってことはじゃあトレーナーを当てるって感じかな、うん、そうだね、多分ガチャでトレーナーをどんどん当てていって仲間にしていく、うん、まあ、メガ進化とかも後々追加とかされる可能性もあるだろうし、ね、だからないことはないと思うんだよね。スタージャとかがそのままなのか、バトル中に進化できるのかとかまでがちょっとね、この今回の発表だと分かんなかったところなんだけど、そうだよね、そのまんまもし進化しないんであれば、うん、トレーナーの格差が半端じゃないことになる。そう、覚醒グリーン当てたらなるほどね、うん、ピジョットじゃなくなる、ね、そういうのあるか、うん、そういうのあるかもね。カメックスになるのね。はいはいはい。ポケモンとトレーナーがやっぱセットっていうのから外れないとちょっとそうだね、好きに合わせたいけど、でもそしたらポケモンもガシャになっちゃうのか。うん、そうだね。だからってことはもうトレーナーが基本は多分トレーナーを当てていって、うん、トレーナーにポケモンがセットについてるみたいな。今のところこう印象的にはガチャ要素かなり強いじゃない。ガチャ要素結構強いね。だからリセマラでダイゴ、リザードンにキモリで挑んでも勝てないじゃん。白なダイゴ渡る当てましょうみたいなリセマラおすすめダイゴ感じになってくるんじゃないかなと、3対3です、うんうんうん、まあ、これはまあ前回からも出てたところなんですけど、うん、でバトルシステムが完全にリアルタイムバトルになってるというところまでが出ましたね。で時間経過であの技ゲージっていうのがどんどん増えていって、うんうん、技ごとにゲージ消費する分が決まってるんで、技ゲージを消費して攻撃していくと。技は2つだったもんね。そうだね。と各トレーナーのスキル、うん、トレーナーのスキルがあって、持たせれるが持ち物、そうだね、がある、ね、キャッターとかだった、ね、そうだったね。そんな感じになっていると。で、トレーナーと相棒のポケモンで一緒に繰り出すバディーズ技っていうのがあって、うんうんうん、まあ、かなりね演出とかも凝ってる感じになっていると、うん、そうね、見ましたね、うん、あ、主人公もその主人公トレーナーなのかな、が多分トレーナーで、俺が今わからないところが、ここだと多分その主人公っぽいトレーナーが、公式の映像だとピカチュウを相棒にしてるんだけど、はいはいはい、もしかしたら主人公はいろんなポケモンから選べる、あー、なるほどね、ってのはあるかもしれない。じゃあ2枠か。そう、だから自分以外の2枠で誰にするかみたいな。まあガシャか。ただそうすると自分の主人公が使うポケモンじゃあどうすんのみたいな、どうやってゲットするのみたいな話になってくるから、想像がむずいですけど、むずいね。まあ、それコメント欄とかでもね、まあ、そうですね、ぜひみんながこれどう、うん、こうなんじゃないかとかあったら、それ見て俺らもね、なるほどってなりたいんでね、はい、ぜひお願いしたいです、はい、いろいろとコメント欄でね、うん、あの意見交換していただければと思うんですけども、はい、あと説明していないところだと、ポケモンだけではなくてトレーナーも技を繰り出せるということで、回復させたりとか、うん、バフをかけたりとか、うん、いろいろとサポートできると。はい、そんなポケモンマスターズなんですけども、2019年夏に配信予定と、公式 の、 あの放送でも言ってたんですけど、うん、あの続報がね、公式 の、 あのツイッターとかとホームページが新しく出てくるということなんで、はい、続報はそちらの方を、確認してくださいということなんで、はい、そちらの方も皆さんチェックしつつリリースを待ちましょう、うん、ということで、はい、ポケモンマスターズの、最速の情報をお届けさせていただきました、うん、ちょっといろいろ考察してきましたけども、はい、まあ皆さんも思うところありましたね。そうですね、コメントの方でガンガン考察してください、はい、お願いいたします。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。他にもいろんなゲーム情報を載せておりますので、ぜひチャンネル登録、それから高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。